お待たせー。待、ま、った。ほんとじゃあ早速、お勉強、始めよっか。あ昨日の復習してたんだ。偉いね。よいしょっと。んもうちょっと近づいて <laughs> これじゃあ教えづらいよ。 ありがとう。んーと。んじゃあ。今日はこの続きの大門8番からね。複二次式の因数分解ってやつだね。うん。わかりづらい難しく見えるかもだけど。 根本的には昨日やった因数分解と同じことだよ。ここ見て。x の2乗イコール y とするとって書いてあるでしょこれに従ってこの問題を当てはめて考えれば。そう、正解。じゃあこの問題はそうそう、彼も正解。 感じ。最初の頃とは大違いだね。解く前にちゃんと公式確認したり、ケアレスミスがないか確認する癖もついてるし、ちゃんと成長してるなって感じする。私のおかげ本当そう言ってもらえると嬉しい。私、勉強くらいしか取り得ないから。 ごめんね。べ、別に君のこと困らそうとしたわけじゃないの。勉強教えてほしいって私に言ってきてくれたの、すごく嬉しかったし。うん。頼りにしてくれてるんだって思えて。えだって、いっつも私リードされてばっかだし。うーん。 君は優しいからそうやって気にしてないよって言ってくれるけど、私が気にしちゃうの。うん。でも、ありがとね。そう言ってくれるだけで嬉しいよ。こんなに優しい彼氏、私にはもったいないくらいだよ。 だってそうでしょクラスの人気者で、優しくて、気遣いができて彼女思いの彼氏なんて、そういないよ。それに、かっこいいし。そんなことあるもん。かたや私は、冴えない勉強くらいしか取り柄がないし。 対してか、かわいくも、ない、し。そんなことないって言われても実感ないしな。そりゃ悲観的にもなるよ。あなたが私に告白してきたの、まだ信じられないくらい。う、好きだからって。 って、そんな本気な顔して言わないでよ。脱線しすぎちゃったね。続き、やろっか。大門9番だね。次は、福二次数の因数分解の応用だね。 さっきの公式見てもらうとわかるけど、ここが、んどうかしたいや、さっきから私の顔じーっと見てるけど、何かついてるえメガネメガネ、外してほしい っと、なんでかなえ、その方が可愛いって。え、えいや、学校でメガネ外したことなんてないし。てか、あなたの前で外したこともないっていうか。うぅ、恥ずかしい。 し。え意外とまつげ長いんだねって。いやだ。恥ずかしいからそんなとこ見ないで。うーん。もう、意地悪言わないでよ。えいや。 だって昔からメガネだったし。え外すの本当にうぅ。わかった。うぅ。 変でも笑ったり、しない、ってね。はぁ、あ。なんか変に緊張するの。じゃあ、外すね。うん。えっと。 ん、どう、かな。うん。う、ちょっと、なんか言ってよ。じっと見つめられてもわかんないよ。てか、恥ずかしいからそんな見ないでほしい、から。 え、どうなのメガネ外してみたけど。か、かわいい。のほ、ほんとそ。 すごく、嬉しいかも。今までそんなこと、全然言われたことなかったから。あなたさえ良ければ、ってえ今度はなんでそんなにそっと向いてるのえもしかして、可愛い,いっていうの 嘘そんなことないのえ、じゃあ、なんで耳も真っ赤になってるし。ん何可愛くて、まともに見れない それ。理由可愛い。てか、そんなにそっか、そんなにか。うーん。でも、もっと見てほしいかも、私のこと。 でもじゃないよ。ほら、こっち向いて。ふ <laughs> ふ焦ってる。かわいい。なんかいつもと立場逆みたいだね。こういうのも悪くないかも。なんか、楽しくなってきちゃった。 今度からコンタクトにしてあげよっか。絶対ダメえぇ、ー、なんでわかるだろうってえぇ、ー、わかんないなぁ。<laughs> ごめんね。遊びすぎちゃった。君のそんな余裕なさそうな顔見たの初めてだったから。 面白くってつい。<laughs> でも、そんなに反応いいなら、これからは本当にメガネ外しちゃおうかな。で、えー、だってさ、好きな人には可愛いって思われたい、じゃん。ね、お願い。 あなただけにしかメガネ外した姿見せないからさ。それがダメなの何それわ <laughs> かったわかった。メガネかけてあげる。うん。これで OK? そう。よかった。 またメガネ外して欲しくなったらいつでも言ってね。いつでも外してあげる。<laughs> じゃあ、勉強再開しよっか。